型コロナウイルス感染を発表した俳優の石田純一、66、の妻でプロゴルファー、タレントの東より子、44、が16日、石田が曜レギュラーを務める文化放送の、斉藤和美ニュースワイド先取りにコメントを寄せ、現在の状態について説明した。写真、石田純一、何が PCR 検査かわからなかった。石田は番組中に肉声のコメントを寄せ、症状は38度8分とか、そんな感じです、と報告。いつ頃から体調の異変を感じたかには、正直言うとちょっと、特定はできないんですけれども、14日に病院を訪れた時には、具合が悪くて下を向いていて、何が PCR 検査かちょっとわからなかったですね、と語った。その後、東尾が現在の石田の状態について、放送された、昨日のインタビューでは、元気そうに聞こえたかもしれませんけど、今日は息苦しさだったり頭痛が増していて、心配な状態が続いている、と説明した。